はい、皆さんこんにちは、上の子あたしです。はい、今回ですね、超素敵な黄色いジェットストリームエッジが登場。いやー、もう自分ね、黄色が大好きなんですけど、今回ね、もう非常にいいカラーリングのね、黄色いジェットストリームエッジが、まあ数量限定なんですけど出ました。もう本当に嬉しいです。三菱鉛筆さん、ありがとうございます。はい、まあ黄色自体ってね、結構珍しかった、今数量限定っていうことが多かったりするんですけど、はい、まあ今回もですね、まあそのタイプではあるものの、まあ三菱鉛筆さんが出してくださいました。まあ全然ね、黄色出してくれないメーカーさんもあったりとかするんですけど、その中でね、三菱鉛筆さん、まあ、コンスタントにね、なんかいろいろと黄色いやつ出してくださるんで、個人的には非常に嬉しかったりします。ってことでね、まあ、今回はですね、まあ、黄色以外のやつも出たりしたんですけど、まあ、それらを含めて前半部分に今回新しいやつを紹介したいなと思います。で、後半部分ですね、まあ、いろいろ感謝とかを含めたりとか、あとはね、せっかくなんでね、まあ、三菱鉛筆さんの黄色いやつでここ3年ぐらいの間自分が手に入れたコレクションの方を紹介したいなと思います。なんでね、後半部分はね、もう黄色好きにとってはまあたまらないような感じをね、もう黄色三昧な話になったりするんでね、まあその辺ね、ちょっと覚悟の方ね、していただけると嬉しいなと思います。あ、でも気軽に聞いていただけると嬉しいですけどね。はい、ということでですね、まあ今回ね、単純に新しい商品だけを知りたいということは、もう前半部分で切っていただいても構わないです。でね、後半部分すごくディープなマニアックな話になるかもしれないんですけども、黄色大好きな方、あ、こんな感じなのかみたいな感じでね、はい、見ていただけると嬉しいなと思います。まあでもですね、いろんなね方がいらっしゃるんでね、ぜひ最後まで聞いていただいて、いいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、ということでね、もう大好きなね、黄色が来たんでね、もうちょっと今回ね、ウキウキ気分なんですけど、はい、今回ですね、まあ自分がね紹介したいやつがこちらになります。じゃーん、はい、こちらなんですよね。いかがですかね、このもう真っ黄色のね、はい、このジェットストリームエッジ、非常に綺麗なカラーリングのやつが出ました。いやー、もうここまで黄色かったら本当に嬉しいですね。まあ、クリップはちょっと銀色ではあるものの、いやー、綺麗な感じで黄色のやつが出たと思います。はい、まあ、こんな感じですね。まあ、今回ですね、まあ、実はこの単色カラーの、まあ、1色のタイプのジェットストリームエッジ、あとはですね、3色タイプのジェットストリームエッジ、まあ、それぞれ限定色のやつがまあ出てます。あとでちょっと重機の方を出したいんですけど、この1色のやつが2パターンですね。で、3色のやつが2パターンあって、まあ、全部で4色出てる感じになります。まあ、そのうちのね、1つですね。はい、まあ、この黄色のやつ、はい、自分買いました。もう絶対亀の子さんこれ行くだろうみたいな感じで事前にいろいろ言われてたやつなんですけど、はい、まあ、期待を裏切らず黄色のやつを行った感じになります。じゃあ最初にちょっとパッケージの方、こういう風に見ていきましょうか。まあ、こんな感じになってます。もう黄色に対して黄色という風なね、もう黄色しか勝たんみたいな、優勝みたいな感じのこんなパッケージになってます。まあ、後ろに書いてあることも特に大したことは書かれてないですね。まあ、こんな感じになってます。で、今回自分が買った色っていうのがエナジーイエローというやつになります。で、値段の方なんですけど、これが税抜き価格なんですけど1000円、まあ普通のジェットストリームエッジと変わらない値段になっております。はい、まあ、こんな感じのやつに入ってた感じです。じゃあちょっと中身取り出してみましょうか。はい、まあ、こんな感じで、まあ、開けまして、はい、中身取り出してみるんですけど、じゃーん、はい、こんな感じです。まあ、ちょっと拡大していきましょうか。もう自分のなんか手袋みたいな感じの色ですね、これ。はい、まあ、もう眩しい、もうすごい眩しくてね、この辺ちょっと見づらくなってるんですけど、はい、この辺のところですね、はい、はい、わかりますかね、ちょっと黄色が強くてあれかな。まあ、ここに一応ジェットストリームエッジというふうに、まあ一応刻印があるんですけど、なかなかちょっと動画では確認しづらいかな。あ、こうだったら見えましたね。はい、まあ、今さっきちょっと一瞬見えたんですけど、ちょっとなかなか光の加減が難しいんですけど、はい、まあ、一応ジェットストリームエッジのこういうふうに刻印の方がこういうふうに同じ黄色で、まあ、へこんだような感じでされてる感じになってます。で、クリップに関してはまあ銀色になってる感じですね。まあ、でもこれノックすると中身のところはこれ銀色なんで、まあ、こことここのバランスが取れて個人的にはいいかなと思います。で、グリップ部分なんですけど、ここのところ、はい、まあ、ここもね、今回ね、黄色になってるんですけど、ちょっと質感が、まあ、ボディとは違う、こんな感じの色合いになってます。で、まあ、形状に関してはね、まあ、普通のジェットストリームエッジと変わらないような感じです。じゃあ、ちょっと紙の方を出してみますね。はい、こちらですね。
あれでまあ変えてみたいなと思うんですけど、このジェットストリームエッジのこの特徴なんですけど、まあ、これもね 0.38mm のタイプもあったりするんですけど、今回 0.28mm のやつとなってます。この 0.28mm というのが実はこのジェットストリームエッジの非常に大きな特徴で、はい、これノック式のこれ油性のボールペンになってるんですけど、油性で 0.28mm っていうのがこの動画をして収録してる2021年9月22日現在、はい、世界でね最も細いタイプのやつとなってます。まあ、水性だともっとあの細いやつもあったりするんですけど、油性で 0.28mm というのはこれ世界初だったりもするんでね、はい、まあ、それが搭載されてるっていう意味でも非常にこれあの意味があるようなね黄色になってるっていうよっていうのがまあ特徴になってます。はい、まあ、でもですねこの書き味に関してはですねこれちょっといろいろ賛否があるような感じですね。まあ、ちょっと今ここのところはまあ引っかかりがあったような感じなんですけど、はい、あのまあ、ちょっとカリカリ結構したような感じになったりしてます。なんであのまあ 0.38 ミリ派ですかね。まあ、その後はあのまあ 0.38 ミリというのが実は登場してます。まあ、実はこのジェットストリームエッジこれ登場したのが2019年の12月なんですよね。で後でちょっと紹介する3色タイプのやつこれが2020年の11月に出てます。でその後なんですけど2021年の2月に 0.38 ミリタイプ、まあ、これよりも 0.1 ミリ増えたやつですね。まあ、よりあの、まあ、ちょっと滑らかにまあ描けるかなみたいな感じのやつがまあ出てます。まあ、でも世界初の冠がちょっとエッジなんだけど、まあ、取れちゃうみたいなやつがまあ出た感じなんですけど、個人的にはまあそうですね、まあ、描き味がまあまあそうであれ個人的には 0.28 ミリがねやっぱり意味合いがすごいあるかなと思うんで、個人的にはエッジは 0.28 ミリがね個人的には良かったんですけど、今回これ 0.28 ミリが入ってるやつとなってます。はい、ということでね、じゃあちょっとね、あの他にもね、実はあの素敵な色が出てるんですよね。はい、ということでね、まあお店でどんな感じでこれが売られてたかっていうのをまあ一緒に出して、まあ、説明の方をしたいなと思います。それがこちらになります。じゃあ、はい。じゃあちょっとですね、あのスクショタイムの方をね、設けましょうか。これちょっとここの辺に出しておきますね。はい、ということでね、じゃあスクショタイム5秒間設けたいなと思います。はい、いきますよ。よーい、スタート。はい、ということでね、まあ、スクショ撮れましたかね。はい、ということでね、まあ、今回のやつを紹介したいなと思います。今回のやつ、重機がね、こんな感じになってました。0.28mm をね、あの歌う感じですね。はい、で、まあ、数量あの限定販売です。で、三菱鉛筆さんのジェットストリームエッジの、今回、エキサイトカラーっていうふうな、まあ、名前がついてます。で、まあ、ジェットストリームエッジ3のタイプですね。まあ、これも出てます。まあ、値段に関しては、これ、あの、普通の、あの、通常のエッジとエッジ3のやつと同じになってます。まあ、1000円プラス税と2500円プラス税の価格になってます。でこれね発売日なんですけど2021年の9月24日になってます。でこの動画を収録しているのが2021年9月22日なんで、結構ね早めにあのお店に出たかなという感じです。まあ、他の店舗とかでも並び始めてたんでね、はい、割とどこも結構フライング気味で出始めたんじゃないかなと思います。でねこれ色に関してなんですけど、これねなんか三角形みたいな感じの重機になってて、この左側がこれ一色のやつです。まあ、この黄色含む感じなんですけど、で右側がですねこれ3色のやつになってます。でそれぞれ1色のやつがパッションレッドっていうやつとエナジーイエローっていうやつです。で3色のやつがサイレントグリーンとオフホワイトっていう感じになってます。まあ、色に関してはもうまさにこんな感じですね。まあ、黄色がちょっとこれあの出てないんですけど、単色の赤に関してはもうこれクリップのとこまで赤なこんな感じの色になってます。で緑に関してこれがちょっとね一番あの撮影の時にあの色がであの難しいやつなんですけど、まあ、こんな感じのターコイズ的なまあグリーンになってます。まあ、ターコイズにちょっとくすみが入ったようなやつですね。であとはオフホワイトのやつが、まあ、白のマット調のやつになってるというやつになってます。はい、でまあ、特徴としてはですね、まあ、持ち物の中でアクセントになるワントーンカラーリング、であとはまあワクワクした気持ちになる明るいカラーリングみたいな感じでね、いろいろとまあ説明がしてあったんですけど、まあ、こんな感じでねすごいドーンとね、まあ攻めたようなねカラーリングのやつが出てくれて、個人的にはむちゃくちゃ嬉しかった感じになります。はい、というようなね、まあ、感じなんですけど、じゃあ皆さんこれもうスクショ取れたと思うんで、じゃあ次のねやつを出したいなと思います。じゃあよりあのこの辺のカラーリングとか分かりやすいようにもうちょっと大きくしたやつを出したいなと思います。はい、それがこちらになります。はい、まあ、こちらですね。はい、まあ、こんな感じで、あの、まあ、重機の方、はい、あった感じです。はい、まあ、こんな三角形のちょっと変わったタイプのやつですね。で、下のところにちょっとこれ通常のやつもなんか置いてあったような感じなんですけど、この上の部分ですね、この4つが、まあ、今回出たやつになってます。はい、ということで、まあ、それぞれのカラーリングに対しては、まあ、こんな感じですね。
はい、まあ、このね赤のやつに関してはこれクリップも赤色になってます。でこのターコイズのやつに関してはこれクリップの部分が黒色になってます。でこのオフホワイトのやつに関してはあのクリップがシルバーみたいな感じになってます。なんでちょっとねこの赤みたいにねこれも黄色にしたらもう完璧だったかなとかとは思ったりもするんですけど、まあでも先端のこのねあのコーン状のチップ的なこの先端ですね、まあ、この銀色とまあバランスが取れて個人的にはまあこれもありだったんじゃないかなって思ったりもします。はい、まあ、でもこんな感じであのクリップの色がこういう風にちょっとまあボディの色イコールにはなってなくてこんな感じになってるというのをまあ押さえていただけると嬉しいなと思います。はい、というような感じですね。まあ、こんな感じのやつが出ました。ちなみにですねジェットストリームエッジの3のやつちょっと今回自分買ってないなくて、まあ、定番のやつとまあ形は同じだったんでちょっとそれについて紹介したいなと思います。それがこちらになります。はい、まあ、こちらが3のやつなんですよね。はい、まあ、これがですね上のところをこういうふうにくる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 こういうふうに回すようなこんな感じの変わった出し方をします。でこれ面白いのがこういうふうにすると中身見れるんですけどこれ回すとなんかこんな感じになってるんですよね。はい、なんかシュ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 みたいな感じで、ね、面白いんですけどこれスピロテック機構っていうふうなね、はい、非常に面白いこういうふうな構造になってます。でこれね中身のねこれインクなんですけどこういうふうにすると、はい、もう簡単に取ることができて、まあ、取り替えられることができます。でこれねジェットストリームの4&1 かな、はい、まあ、それと同じやつが使われてて、まあ、神経も 0.28mm に こだわらず使うことができます。でなんとこれ のやつもこの中にまあ、リフィル共通で使うこともできたりするんでこの2つ持っておいても全然いいと思うんですよね。はい、であとこれ面白いのがここのところですね。これど真ん中にこれ穴が来てなくて上のところに寄ったりしてます。これが重機のところの上でまあ、説明されてたところでそうなんですよね。ここの穴がまあシンメトリーになってないっていうところがまあこれ特徴になってます。はい、なんか指をこうやって刺すような感じのなんかポイントノーズみたいな、はい、こんな感じのやつになってます。はい、というのはね、まあ、これの、まあ、白のやつとね、ターコイズのやつが出たと思ってください。はい、ということでね、じゃあ今からですね、後半部分、ダダダという感じでね、黄色の最近出たコレクション、はい、それの方を紹介したいなと思います。はい、ということでね、じゃあちょっとね、これの方を出しましょうか。はい、こちらになります。じゃあ、はい、お品書きの方を出しました。はい、まあ、三菱鉛筆さん、まあ、近年、まあ、ここ3年ぐらいかなの間で、まあ、出て、まあ、自分が持ってるやつ、はい、他にもあるかもしれないんですけどね、はい、いろいろとバーッと列挙してみました。これをね今から一気にダーッて出したいなと思います。はい、ということでですね、まあ、これねボールペン上にしてメカニカルペンシル、これシャーペンの方を下の方にしました。で今回のねこれですね、2021年9月のジェットストーリーイメージのエキサイトカラーエナジーイエロー、はい、これがこちらのやつになります。はい、ということでねこれユニボール1の F のまあヒューガナツやつですね。はい、これ出してみましょうか。これがこの間動画でも紹介したんですけどこちらです。じゃあ、はい、またちょっとね黄色でもちょっと緑がかったような感じのね、はい、こんな色になってます。はい、でジェットストリームハピネスカラーピスタチオイエローこれ出しましょうか。はい、これこんな感じだったんですよね。じゃあ、はい、まあ、これでより緑が強いような感じで、まあ、確かにピスタチオみたいな感じでこれ緑だと思ったらこれ実はイエローだったんですよね。はい、で次ですね 3&BCPT7 のキーですね。これもまたね特徴的なやつなんですけどこちらです。じゃあ、はい、もう目が覚めるようなもうなんかド派手なね蛍光のやつなんですけどこんなやつも出ました。はい、でジェットストリーム和モダンカラー東欧、はい、これ出しましょうか。はい、まあ、バンバンばっかりだとね交換はあれなんで、まあ、ドドンにしましょうか。はい、こちらですね。はい、まあ、これは結構なんかマンゴー的な感じでねなんかより山吹色的な感じですね。はい、まあ、こんなやつも出た感じです。でこれいきましょうか。ジェットストリームエフェクティブカラーフレッシュイエロー、はい、これがね自分2パターン持ってるんですけどね、はい、こちらになります。じゃあ、はい、まあ、こちらなんですよね。はい、まあ、これちょっと淡いようなイエローですよね。でもここのところにちょっとこういうふうにね綺麗な黄色みたいなのが使われてたり、まあ、でも淡い系の色っていうのが、まあ、このフレッシュな色になります。で次ですね、まあ、これいきましょうか。ユニボール RE3 ビズ、これこすって消えるやつですね。まあ、それのビズタイプの N イエローのやつ出しましょうか。はい、それがこちらになります。はい、こちらなんですよね。はい、メタリック調の、はい、これまたちょっと特徴的なメタル的なイエローですよね。はい、若干グリーンが混じってるかな。はい、まあ、これがこちらです。なんで自分下から行ってたんだろう。はい、なんでだろうね。はい、まあいいや。はい、で次行きましょうか。これジェットストリーム 4&1 のレモンイエロー、はい、それがこちらになります。
はい、こちらですね。はい、これなんとね、定番だったんですよね。これむちゃくちゃ個人的に嬉しかったです。はい、でね、これのね、あの R イエローっていうこっち側一方限定のやつなんですけど、はい、それがこちらになります。はい、こちらなんですよね。これとこれね、比べてみると若干これね、ボディの色がこの限定のやつですね、この黒いやつの方ですね、こっちの方がより緑がかったような感じなんですけど、はい、まあこんなやつが、はい、これがごめんなさい、R イエローかな。で、こっち側がレモンイエロー、定番のやつになってます。はい、まあこんなやつがまあ出た感じです。で、次ですね、このユニボール RE3 の N イエローですね。はい、まあそれがこちらになります。はい、こちらなんですよね。まあこれコスで消えるタイプのやつですね。はい、まあこれとこれがまあ結構似たようなカラーリングになってるんですけど、これボディがこれ樹脂に対して、こちら側がまあメタルな感じになってます。まあこういう風な違いがあるんですけど、一応こんな感じかな。はい、なぜか下から遡ってっちゃった感じなんですけど、はい、まあ上からずっとこういう風な感じでなってるような感じです。はい、こんな感じでね、結構黄色でもね、いろいろ色があって面白かったりもしますよね。じゃあちょっとあの次ですね、このまあこれじあのこれあのボールペンとあのシャーペンでこういう風に分けたんですけど、これあの出た順ですね、まあ、それで並べるとこれがまあ間に入ったりとかいろいろする感じなんですけど、じゃあちょっとシャーペンの方出したいなと思います。まあ、クルトガアドバンスのブライトイエローですね。はい、まあそれがどれになるかというと、今度は上からいきましょうか。はい、2020年の11月のやつかな。はい、まあそれがどれかな、これになるのかな。はい、こちらになります。はい、まあこちらですね。はい、まあこんな感じのやつ、はい、出ました。まあ結構これ綺麗な色ですよね。はい、まあこんな感じのやつがまあ出たという感じになります。はい、でね、次がですね、クルトガアドバンスのアップグレードモデルのマットイエローですね。はい、それがこちらになります。じゃーん、はい、まあ、こちらがまあ結構このマンゴーみたいな感じの、はい、あの山吹色っぽいようなやつなんですけどね。はい、まあ、こんな感じのマットイエローが出た感じになります。で、次ですね、このツートーンイエローというやつですね。はい、まあ、それがこちらになります。はい、まあ、こんな感じですね。はい、まあ、ツートーンカラーにこういう風になってるんですけど、まあ、黄色がこういう風に分かれてるというような、まあ、こんなやつになります。はい、というような感じでね、まあ、いかがですかね、こんな感じですね。はい、でまあここのところがちょうど、こういう感じになるのかな。はいまあこんな感じですね。はい、まあこんな感じでね、まあ黄色とまあ一言ね、あの一言言っても、いろんなこんな黄色がまああるっていうのをね、まあ皆さんに知っていただけると嬉しくかなと思います。でこれがね、全部あの三菱鉛筆さんのやつになってます。はい、もっとね、あの過去に遡るといろいろ面白いやつとかも持ってたりするんですよね。まあそれはもうちょっと出してるとキリがなかったりもするんですけど、今ちょっと手元にあるやつ、あのいくつか3本ほどあるんでね、出したいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃあ、はい、これボクシーのやつですね。はい、まあこれノック式のやつなんですけど、これね、まあ、今でもなんかぽいやつが残ってたりもするんですけど、ちょっとこれ違うのはですね、この先端のところですね、ここがすごくあの細くなってるんですよね。昔のボールペンってここのところが結構ね、細くなってるやつ多かったりもします。あとはね、このボクシーっていうやつなんですけど、はい、まあ、これもね、あの近くにあったんですけど、こちらですね。はい、じゃん、はい、まあ、こんなやつを持ってます。まあ、これはあの一方キャップ式のやつなんですけど、これもね、先っぽがこれ細い感じなんですよね。でね、この細いリフィルってね、残念ながらね、今売ってないんですよね。うん、まあ、他の会社でオートさんのね、あのニードルポイントとか、まあ、その辺をまあ改造していけなくもないかもしれないんですけど、なかなかね、合わない感じでね、個人的にはね、このリフィル復活さえしてくれたら、まあ、この辺のボールペンとかね、まあ、また使うことができるのになっていう感じなんで、うん、個人的にはですね、まあ、結構最近ね、ユニボール1とかですね、まあ、結構いろんな変わったインクを搭載してる、まあ、ボールペン続々といろいろ出たりもしてるんですけど、このね、昔の細いタイプのやつ、これ、廃盤にせずに残してほしかったな、また新たに作ってくれないかな、みたいなのをね、個人的に期待したりもしてます。あとはね、シャーペンでね、今手元にあったやつ、これ大好きなやつなんですけど、はい、それがこちらになります。じゃーん、はい。これ、
ペッカーっていうやつになります。はい、これ面白いですよね。なんか昔の扇風機というか、なんか鉛筆削りみたいな、なんかこんな感じの見た目したやつなんですけど、これサイドノック式のこれシャーペンになってます。うん、サイドノックもですね、これ最近絶滅危惧種なんですけど、これテストの時とかにですね、普通のノック式だとこういう風に上にこういう風に上げてノックする必要があるんですけど、これここのところでスッスッてこういう風にノックすることができるんで、非常にこれ勉強の時の時短になったりするんですよね。はい、なんでね、個人的にはいいかなと思うやつなんですけどね。でこれサイドノック式の本当に元祖ぐらい古いやつになります。で四角ボディでこんな感じでね、面白い形してるんでね、はい、個人的にはね、なんか大好きなやつなんですけど、はい、昔こういうのもあったというふうな感じになります。まあ今はこのクルトガシリーズっていうのがね、まあ主力なんですけど、まあこういうのもあったよということをね、皆さん覚えていただけると嬉しいなと思います。ちなみにこれがですね、昔スーパーカー消しゴムを後ろのところでこういうふうにボタンを押してポンって飛ばしてたみたいな感じで、そうですね、まあもっと年配、自分よりも年配の方世代かなの方とかは結構これがですね、まあすごい好きだったよという方もいらっしゃるかもしれないです。はい、というようなね、感じでですね、はい、まあいろいろと紹介して、後半部分ちょっと記憶が薄れちゃったかもしれないですけど、今回こんな感じの綺麗なやつが出ました。ぜひですね、皆さんのね、黄色コレクションの中に1本これ加えていただけるといいんじゃないかなと思うんでね、まあ個人的には今回黄色推しですね。もう黄色がやっぱりドーンと目立つんでね、黄色いっていただけると嬉しいなと思いました。はい、ということでね、まあ今回の動画はこれで終わりにしたいなと思います。この動画良かった、面白かった、参考になったという方はぜひグッドボタンをで、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで、見ていただけると嬉しいです。ということで今回もありがとうございました。バイバーイ。